お久しぶりです、日村さん。お前は。どういうことだ。僕も浪人になったんです。日村さんに負けてからどうしていいか分かんなくって。刀を抜くのは久しぶりだけど、多分あなたたちより強いですよ。やめー、押せー。楽しかったです。